の？できた？上手に。上手にできたかな？ジャバジャバって言ってる？そうだね、お水だね。ジャバジャバしてるね。今から末っ子のね、皮膚科に行きたいと思います。一人でしわってるの？一人でしわってるの、ね、ちょっと一人でしわってるの？すごい。息子は私と一緒に病院に行けなくてすごく怒っていたので、お昼と夕飯の調達のお買い物に一緒に連れて行ってあげようと思います。こんにちは。今日はですね、体調はいつもよりいいような感じがします。発熱があって今日で3日目なんですけど、昨日は熱なくって夕方ちょこっとまた上がってきた感じ でした。で、今日は今朝から37度で、今お昼ぐらいに測ってみたら7度3でした。でも昨日よりかはこう寒いとか痛いとかっていうのが全くないので、まあ、今日はこのぐらいなのかなっていう感じです。今からちょっと回復に向かっていくんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、無理せずに、過ごしていきたいなと思っています。で、スーパーセールで買ったものがちょっと届きました。今回ね、タワーのこのピッチャーを購入しました。色は黒色を買ったんだっけな、白を買った気がする。あ、白だ。白と黒があって白にしたんです。 1.2 リットルのピッチャーなんだけど、対角に注ぎ口があって注ぎやすい、両方から注げるって書いてあります。パーツは蓋だけなのでお手入れはめちゃくちゃ簡単です。このスタイリッシュなデザインに惹かれてタワーのものにしたんですけど、別にニトリでも無印でもどこのでも良かったんですけど、とりあえず早くピッチャーを変えたくて、今ガラス製のピッチャー使ってて頭の部分が開いちゃってるんですよね。で、それがもう汚れてきちゃったので変えたいなと思ってて、ようやく買いました。すごいスタイリッシュ。ちょっと厚みがあって重たいかもしれない、何も入ってなくても。子供だとちょっと難しいかな、入れるの手が滑っちゃって難しいかな。で、こことここに注ぎ口があって、どっちからでもいけますよって感じかな。早速洗って使ってみたいと思います。今日午前中は末っ子の皮膚科に行っていました。ずっと行きたくて、もう塗り薬が切れちゃったのでずっと行きたかったんですけど、なかなか行けなかったので、朝熱測って熱もなかったので今日予約して行ってきました。で、塗り薬をね、隣の薬局で処方箋でもらおうと思ったら、今だったら1時間半から2時間ぐらいかかりますって言われちゃって、えって、薬もらうのに1時間半から2時間ですかって言ったんです。塗り薬だけなんですけど、やっぱり大丈夫ですって言って、他の近所の薬局の方に持って行きました。そこは大体35分くらいで処方してくれるっぽくって、お姉ちゃんを迎えに行くときに受け取れるようにお願いして準備してもらうようにしました。で、もうすでにお迎えの時間が来ているので、今からお迎えに行きたいと思います。はい、そんな感じです。迎えに行ってきますって言って行ったのはいいんですけど、全然時間が違いました。1時間も早く出てた。ちょっと待って、1時間も早く出て行ってしまいました。間違った、最悪だ。まだ1時間あるから、末っ子ちゃんをお昼寝させてから行こうかなと思います。
ね、私言ってたよね、ずっと雪見大福が食べたいって言っとったけど、ずっとと言うよりか今日言うとっただけや、うん、食べたい、どうしても食べる。開けないで。